飛行疲れたらアルシー。はい、どうもいつもありがとうございます。はい、花見録です。はい、というわけでいつものお店にやってまいりました。今日は1月の15日金曜日、乗り打ち企画前日のいつものお店でございますが、前回の動画皆さんご覧いただけましたでしょうか。まさかのエイリアン2度目の降臨会ということで、まあまあの出玉を、というかディスクアップの自己記録更新ぐらいの枚数を出しまして、まあっぱれという形やったんですが、今日はそのエイリアンの出た台をさらに打ってみようかなと。もしかして3度目の降臨もありえるんじゃないかなと。はい、そんなわけで、先ほど台はもう確保しておりまして、当然いつものお店はいつものごとく前立腺挙動というわけですから、まあ、5000枚オーバーしてますからね、もしかしたら鬼のようなハマりがあるかもしれないんですが、まあ、そこはもう気にせず、まあ、とりあえず投資上限は、まあ、やっぱり2000枚ぐらいでしょうね。いつも通りの、なんぼなんでも2000枚でも何も起きらなかったらもうちょっとねしんどいと思うんで、まあ、その辺を目安にあんまりにも投資がかさんだらもうやめて罰ゲームに入るという形で今日はやっていきたいと思います。はい、というわけでOh!
僕赤7いきます。おかしいんちゃうか。誰も逃げん。
なんだよ、じいさん。久しぶりにひとみちゃんに会えて嬉しいだと。よかったな。だから、死刑だ。終了です。お疲れ様でした。いやー、もっとねガンガン回したいのはもうマウンテンマウンテンなんですけど、何せねもう40なんで、もうあの昨日のマッハの編集とで、まあなんか疲れ溜まってんすかね。もう肩もパンパンやしね、ほんとメンタルがもう当たる気がせん状態に突入しちゃったんで、まあマイナス2万痛いんすけどね。でもやっぱりね、もう一回バーッと5000枚とか出た台はね、次の日打たない方がいいかもしれないですね、本当にね。まあまあ完全確率やから関係ないんやけどね。まあでももう自分はね、あんだけおかしなことになった台はやっぱり次の日は触らない方がいいなと思います。はい。で、あの罰ゲームなんですけども、今までほらクオペプレゼントっていうのをやってたじゃないですか。
まあやって2ヶ月なんですけども、まあその自分が思ってたよりは、まあ反響がちょっとね、芳しくないっていうのと、で、あとはあのスルアフロいるじゃないですか。あいつがなんかツイッターで位置しか見たことないんやけど、なんか操作してんちゃうかみたいなね、コメントをまあまあありまして、まあ仲間やと思ってたんですけど、まあ、仲間うちからもああいう風に思われるぐらいやったら、もうやっぱやめた方がいいなと思うんで、まあ、ちょっとスルアフロのせいでやめようと思います。突然ですけどね。なんでまあ楽しみにしてくれてた方には申し訳ないんですけども、クオペイはもうやめまして、また新たに罰ゲームの企画を募集させていただきます。皆さんご自由に何か面白そうな罰ゲームがあれば、どんどんコメント欄に書いていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、今日はですね、まあ、このデスソースと恒例のおにぎりいきたいと思います。いやもうね、すでに体が震えてますよ。いやーね、こればっかりはね、ほんとね、まあ、そもそもデスソースやるとか別に言ってなかったんですけどね。あーすごい、もうね、口の中もよだれが出てきますね。では、うわー、きついなこれ。無償なにわのヒムロック行かせていただきます。というわけで、また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。ゆくりさん、何してんの？見てくんで。ゆくりさん、お前らもお気をつけください。じゃあね、見てくんで、皆さん。バイバイ。あ、テレビ消さない。じゃあね、バイバイ。見てくんで。ありがとうございました。